いいですね、こちらでございます。こちらでございます、こちらでございます。これを泣いていただければなと。これを泣いていただければと。赤、はい、あ、え、どういうの、これを泣いていただければといい。陰謀バレンタイン決定今回はリボーンだったよ。リボーン、うわー、素晴らしいじゃないですか。うわー、来たということでコメントも来ておりますね。ありがとうございます。さあ、というわけでデブさん、はい、決まりましたね、いよいよ、イボバレンタイン、はい、今年4年ぶりなの、5年ぶり、5年ぶりだそうですよ。フルメンバーは25日、うん、クラブエイジアでございます。はい、うん、クラブエイジアは前回もそうでした。あのデイブの還暦の時にクラブエイジアです。そう、エイジア、それ以来のイベント、まあ、それ以来全員集まってやるのはね、去年ね、チラッとね、あのデイブなしで去年開催したんですが、はい、今年は3月25日、うん、クラブエイジアでやります、はい、よっしゃー。まあ、あの具体的なゲストはまだ決まっていないんですが、うん、バンドも用意して、おい、そうですか。今までみたいな感じのインボバレンタインをお見せしたいと思います。なるほど、はい、まあ、このタイミングでコメント欄の方にぜひともこんなことはやってほしいという、デイブさんもいろんなリクエストを受け付けると言っておりますんで、はい、どういう状態で、ね、じゃあちょっと皆さん書いてみてください、どんなことやってほしい、そうそう、デイブにこれやってほしいという、まあ何と言ってもフルメンバー5年ぶり、前回はね、デイブさん出席できなかったんで、はい、今回はもう、今回もなんかあのでかい一輪車とか乗ってこう、そうね、でかい一輪車、サーカスみたいな、それがいいよ、一輪車に乗ってこう登場する。デーブのモノマネ7変化だって、歌と踊り来てます。あ歌と踊り、ちなみにどんなね、歌とか、ああそうね、これ歌ってほしいとかね、具体的な曲名まで書いていただけると。はい、いいんじゃないかな、はい、月曜日か3月の25日月曜日の月曜日、はい、はい、まあ今からね、クラブがあの忙しいのでなかなか週末とか撮る時間がなかったので、うん、よっちゃんゲスト希望だ、はい、あ、歌ってほしいの中島美嘉さん、中島美嘉さん、ね、久しく聞いてないですからね。オンラインで参加できますか。オンライン参加はどうかな、おそらく、いや、おそらくこれは考えてますから、はい、でこれ、そう、あのニコ生の会員の皆様に、特典も考えています。はい、歌ってほしい曲が出てきよ、あ、ポイズン、ポイズン、ね、ポイズン、あとアリとデイブのマイウェイ、あ、それは聞きたいね聞きたくないな、もうミーファン、もうちょっとマシなもの書いてもうちょっとマシなもん、いやいや、いいんじゃないの、ファッキー歌ってときてますよ。まあ、これからいろいろ番組でもあのお送りしますので、みんなでバンドだって、今日から毎日一輪車の練習、練習をして、そう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 、巨大一輪車、バランス、バランスを取る、こう見て面白いけど、いや、面白いと思う、だいぶ面白いけど、はい、デイブが一輪車で登場したよみたいな、はい、巨大一輪車で3月25日月曜日、まあ早めにスタートすると思います、はい、時間はまだ決まってませんけど、はいはいはい、ぜひとも参加してください、はい、よろしくお願いします、まあ、とりあえずあの予定上げとこうというコメントありましたけどもね、うん、ぜひとも皆さんスケジュールだけはキープしておいていただきたいなと思います。この日は共演 NG とかないですよ、ないです、僕の会場にもちろん、大丈夫ですか、全然行きます、どなたが来てプロレスのマスク買ってくる言わない、誰か呼ぼうよ、正やっぱケイザブさんゲストですねと来てます、あ、そうだね、ジョーさんとのね、そうバトル、ジョー横、ケチャップと漫才再び、やったね、そういえばね、昔ね、あったね。さあ、というわけで、はい、本日もここで終了いたします。はい、エイリアンクラブストアからのお知らせが、はい、あります、ね、はい、あります。今、今日着てるメキシカンスカルロングスリーブをちょっと、はい、売り切れましたけど、また、うん、来週あたり、アップしますので、はい、再々入荷、早ければ今週末、早ければ今週末、はい、はい、
だそうです。お待たせしております。はい、黒と、ナチュラルカラーありますので、2種類。はい。そして、最近なかった、このアストロポップコーンも。お、はい。これも来週だ。ここでさ、こう宣伝してんのにさ、今売り切れて買えないんだよ、ね。そうなんですよ。ごめんなさい、ね。まあ、お腹すかしい。また出ます。なんで宣伝してんのっていう。まあまあ、再入荷の予定がありますよって、ね。なるほど。はい、そういうことでございますよ、皆さん。楽しみに待っててください。楽しみにしてください。